どこでも気軽に就職対策をできるオープンチャットを解説中ですグルーデス練習、チャットでしか募集しない ES 添削、模擬面接など特別企画を募集しています 概要欄のリンクから飛べますので就活の情報を受け取りたい方はぜひご参加いただければと思いますこんにちはデイバ就活チャンネルの清水です今日はですね6月2日恒例のですね24卒視聴者に聞いた最新内定率そして内定承諾状況の最新版が入ってきていますさあ皆さんも6月になったからどういう状況か気になりますですねさあ今日はですね朝10時からですね学生さんにですねアンケート機能を使ってお答えいただいてまして3つの調査に対してこれだけの学生さんの回答をすでに得ています内内定の獲得率 500弱本選考の参加率については700弱そして内定承諾状況についてはなんと1000名を超えて1300名弱の学生さんのですねから答えをいただいていますさあそれでは皆さんが気になるまず内定率から見てみましょう内内定78%というデータがヒットしましたこれ今日ですね、まあ、NHK 等も含めてですね内定状況6月1日から本選考開始ですという形の中で内定率、まあ、大手各社の発表が5月の中盤で72%程度と出てましたけど我々の調査最新版5月6月1日7 78%っていう形でデータがヒットしましまたそういう意味でいうと内定率が例年よりも高く推移しているという感じで動いていますさあそして本選考の参加率は9割ということでこれここのとこずーっと1月つ同じデータが出ていますそういう意味でいうとですねまあ9割ってことはですねまだ本選考を経験ない方も大体10人に1人はいらっしゃるこんな状態が続いてるという感じですねさあそしてこれをですね我々9月の15日からずーっと15日対で内定率の調査をしているんですけどこのような状況、まあ、見ていただいてですね先ほどお話したようにですね本選考 参加率はですねここのところ5回のデータが91から90という形で、まあ、ほぼここで,です、ねまあ、こんな状態になっていますそして内定率についてはです、ね、前回我々の調査68%だったんですね5月の中盤68そこからはですね10ポイント上がってますから78ということで,です、ね、この15日間の内定率が結構上昇したという形ですね、まあ、これ実質的には6月1日って言ってますけど、まあ、5月の後半にですね、まあ、各社大手の内定がだいぶ進んだという という風に見ていただいて間違いないと思うんですね。まあ、そういう意味ではですね。まあ、6月1日から実際にですね。あのー、経団連加盟企業の一部が本当に内定打ちますけど、まあ、ほぼ大半の表はだいぶ内定を打った現実があるという形で、内定率がこの15日でだいぶ上がってきてるという状況になっています。さあ、皆さんが気になる。じゃあ、内定した人たちの挙動はどんな感じなのかってことですね。さあ、これ見ていただくとですね。内定した人内定承諾をしてない。学生さんが24。これも減。少傾向 にありますそして内定承諾済みその会社に入社予定就活終了5割そして内定承諾済みその会社に入社予定就職継続中が12%と内定承諾はしたけどその会社に入社予定ではないが13%という形になっていますさあこれもですね11月の中盤からずっと我々このデータを追いかけてますまあ見ていただいて前回の時にですねドーンと大幅にですねまあいわゆる内定の承諾就活終了の学生さんが増えてその傾向を今回も継続しました。これ見ていただ とですねまあ、24%ということで内定承諾していない学生さんがぐーっと縮んで内定承諾済みそしてその会社に就職就活終了がですね全体の50%という形まで増えてきましたそういう意味でいうとですね、まあ、この15日でだいぶ内定承諾が進んでいるというデータだと思うんですね。その一方でですね、まあ、前回と同様にですね内定承諾はしてるけど行き詰めぐりがないという学生さんが13%という水準で維持されているという感じなんですね。まあ、そういううい意味で言うとでとすね、まあそろそろ そろそろ6月にも入りましたからこの内定承諾したけども入るつもりがない内定承諾してその会社に入るつもりだけどまだ継続してるこの辺の2つの層がですねまあ、6月の中盤にはですね決着がついてくるのではないかなっていうふうに見ていますからほぼ就活先生もですね学生さんも承諾していわゆる就活が終了にだいぶ舵を切ってきたという形になってきていますさあ,、まあ皆さんは今どんな状況でしょうかもう皆さんも決定している感じなんでしょうかね皆さんの状 今日ですね、コメントいいただければと思いますさあこの動画が役に立ったら高評価そしてコメントいただければそしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。